もう5年とか10年なんで、ね、これってじゃあもう一回何マーケティングでしたっけ、打ち合わせをしながら、ああプロセスですね。プロセスマーケティングは要はこうやって会話しながら、いつかその町並みさんの YouTube がお互いAI アバターでそれはもう時間が遠くので、うん、でもそれ時間かかんないぐらいで、時間空いた分、うん、広瀬内にかまどで練習書きましょうそういう風にね、そのね、あれなんです。本人じゃなくて、AI がそこに映ってる時に、そこに、ネット記事をペタって貼るんです。そうすると、そのネット記事についてで会話を勝手にしてくれたり。してます。ああ、全然本人が喋ってなくても、そっちでやってて、ああ、アナログとしては、河原でバーベキュー。だから、そうすると、別な自分がいるような感じになります。ああ、そっちの方が、ね。そいつが、仕事をしてくれたり、うん、そいつの彼女となんかうまく付き合ってくれたとすると、うん、自分は河原でバーベキューしてもいいみたいなだからニュースのアナウンサーがこうやって読み上げててくれてて、自分としてはそのキャラクターを貸してるだけで、自分は違うことしてると、うん、あキャラが大切なんだと。あ中身が本物かどうかは見破れなくなっちゃう。ああなるほどね。だって今スマートフォン越しに見ている人って本物じゃないかもしれない、うんうん、うわすごいなるほどね。でもそれがその技術の進み具合だと思うので、うん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 、昔はもう明らかに合成だよこんなのと思ってたから、うんうんうん、分からない。それスノーっていうアプリでなんか800円かなんかで8枚ぐらい写真撮って、なんかその人のアバターを作って、ディープフェイクなんていうやつは、トランプ大統領が嘘の動画になってたり、うわー、それそれー、ゼレンスキー大統領が、すごい、喋ってるんだけど、これ AI のフェイク動画ですよ、なるほど。あれ、その AI のやつ。うわ、すごい。で、それの自分とか、それも院長とかができるやつなんですよ。そこ目指しちゃいますわ。実際に会って、こう触れるんだったら確かめられるのと、リモートでやり取りするから、分かんないの本物かどうか。すごいこれ、でも、ちゃんと話が通じてればそれで用は足りるじゃないですか。うわすごいコミュニケーションとかすごいビジネスの取引とか OK じゃあそれでやりましょうってなると、今もう後藤さんとこう離れていたとしても、こことここっていうのを2画面に整えて、メタバースの感覚みたいなんです。後藤さんはメタバースには僕入ってないんですけど。僕もって、いや、まだなんですよ。ああ、うん、やるべきかな。そう。で、これも、そろそろかな。ああ、でもね、結構はね、金額かかるし。これいいやつ。まだ高いんですよ。7万ぐらいかな。そう。7万とかなっちゃうんでね。そう、そこに入ってもね、あんまり人いるかどうかわかんないし。やっぱり、そこで約束して出会うみたいな人ができたらばぜひやりたいんですよ、でもなすごいそっちにも時間取られますねそこですね、問題は時間が24時間しかない。そうね、メタバースの世界に入ってその中で誰か亡くなって、そこの中でお葬式出たりそこの中で結婚式したり、まあ、大手の企業は今やればメタバース上にかなり出展していってますから、ね、だからメタバースの中でプレミアしかっていう治療してるわけじゃないけど、みたいにメタバースの中で無料の街並みさん置いてある、はい、どうぞって言って、はい、今月号ですって言って、なんか、やっぱりブランディングみたいなものに使うようなんですよ。だからグッチとかシャネルとかルイ・ヴィトンとかそういうブランド会社がメタバース上にあるんですって。やっぱりメタバースかな。で、そういうところから、こう、メタバースの街がこう作られていくと、やっぱりかっこいいじゃないですか。で、一般の企業が後に続いていくみたいな。そういうことか。やっぱり、メタバースの中でフェラーリに乗ってればそれで十分かな。メタバースの中のフェラーリが、高くなっちゃう。本当に高いフェラーリなんですよ。やっぱりね。やっぱりね。そういうことだな。そのデータの NFT で、
ちゃんと。やっぱりそういうことだわ。フェラーリが。本物ね。提供した。モデルじゃないと。認証されない。うわそういう感じだ。ナイキとかアディダスの。ああ、靴とか。ああ、出た。それそれそれ。スニーカー、メタバースの中のアバターが。ああ、それだ。10万とか20万の履いて歩いてる。やばい。それだ。でも、それを、かっこいいっていう人は、リアルな社会でもかっこいいスニーカー履いてる。なるほど。まだそこはまあ、まだオンラインとリアルのブランディングが一致すると思うんですよ。でね、そのデジタルのいいとこは、すり減らないみたいな。すり減らない。ね、そのスニーカー高いの履いてたらすり減っちゃうんだけど、とりあえずは減らないでまた転売できるとか、車で事故しないそうそう、転売の話すごいですよ。この前、高校生に、絵が好きな子がいて、で、ね、古本屋でね、漫画家の話をしたんですよ。そしたらね、そういうところでコミック本を買わないでくださいって、高校生って私怒られたんですよ。で、それはなぜかというと、最初に書店に売られた漫画を私が買うと、ちゃんと印税が原作者に入るんですよ。それがフリーマーケットとか、古本屋さんに回ってた時に、違う大人の動きになるから。著作権者に今入らないんですよ。うん、で、ね、本当にそのリスペクトする作家さんに対しては新刊をちゃんとした流通で買わなきゃいけないっていうその絵心を教わったりなんかして、だったら実はアナログよりも今からデジタルがいいんだよって話をその時したんですよ、うんうん、NFT なんですよ。そうね、NFT の漫画原作者が私が売ってくれたし、ね、当然そこで利益があるんですけど、私から履歴で追いかけられるから、私から委員長に振りますよね。そうするとこの取引の中で原作者が 10% って決めてきたら管理した 10% 入るって言うんですよ。それが100台でも200台でもチェックできるんだから原作者一番儲かるじゃないですか、うん、で、これが古本屋じゃ実現できなかったトレースを、うんうん、そうね、デジタルだったら追跡できる、うん、それをこうやって僕と後藤さんでついていけてるんだけど、遠い人ははてって言ってね、はてだから今までデジタルに出すとコピーされて、もう価値がなくなっちゃうと思われてたものを、ここも仮面なんですよ。なるほどね、今のうちに乗っかっとかないとなんかすっごい値段高くなりそうだけどな。あの転売みたいなので、あの多分転売して儲ける人出てくると思うんですよ。あ、履歴追いかけられるから、うん、価値がちゃんとしてる。一回売ったけどまた私買い戻すからみたいな。あ、うん、それなんか美術品とか、うん、とレアな車とか、マニアが欲しがるものあるじゃないですか。そういうもののデジタルデータ版。世界に1点しかない。そうね。まあ、今までありえなかった価値が、やっぱ今年生まれてる。周りにそのメタバースの人いないんですけど、いますか？いません。ね、いませんね。うん、だから、リアルな取引しているところでは、私はリアルな。じゃあ、例えば、トメヒト仙台で、後藤さんと僕とで、メタバース。メタバース収録を。お、すごい。メタバース上のやつを収録して、それを動画で流す。とかね。うん。うん、それってやってんですか、実際。まだなってないのかな。やろうと思えば。YouTube の中にメタバースのが流してある。なんかゲーム実況みたいなのあるんじゃないですか。できるはずなんですけども、うん、私がそれをまだ環境を持ってないし、うんうんうん、お互いにその環境のところにたどり着いた時に環境と2人で撮影、うん、録音のノウハウです、ね、ノウハウみたいなのを手に入れて、うん、遠距離離れてても2人でこうやって、うん、その中でこんにちはって言って、そこの中で出会って、うん、最近のこれですって言って、それをこう YouTube に流れてるとか、うん、メタバースの中でのことがYouTube に流れてるのが少ない。検索したことないですけど、うんうん、あるんじゃないですかね。でも、やっぱり検索はメタバースって言って検索しなきゃいけないから。だけど、まちなべさんチャンネルっていうところに、そのメタバースでの活動内容が入ってると、ふーんって言って、メタバースこんな感じでこう歩いてみたとか。そうです。だから、うん、なんかこう今、歩いてみた程度の動画しかないと思うんですよ。じゃああんまりないのか、チャット GPT よりメタバースの方が少ないかな。少ない、もうもっと、うん、これなんだろうな、ゲームの方々のコミュニティなんだと思います、ね、あと後藤さんは結構ゲームしたんですか。しない方です。僕もしないでいたけど、ね、これゲームはねやればハマると思うけど時間が取られる、ね、もうね
何も他のことできなくなっちゃう。ああね。そう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 。そうね。でもまあ、そのメタバースの世界の中に行ってみたっていう、こう、テクテク。メタバースの中で、打ち合わせをしましょうっていう約束があったりしたらば、意味があるじゃないですか。あ、うん、で、そこが、院長と私。そう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 、メタバース会議。なんかそこら辺のことが、目標かな。そこに乗っかってきそうな人とかでもね、あのセットを手に入れなきゃいけないとかがあるから。だから、うん、まあ、例えば今オンライン会議のズームみたいなものとか、フェイスタイムみたいなテレビ電話、はい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 、これ多人数で接続すると画面の中に50人くらい入るんですよ。なるほどね。オンラインミーティングみたいな、そういうのもいけるし、こういうものからスタートなのかもしれない で、ね、でも結構メタバースの世界に行ってみようかな。いや、後藤さんも一緒に凝り性なので、うん、やっぱりそのノウハウをこう調べてトライして、例えばね、そのだから、メタバースの世界にこうやってみたっていうことで、メタバースに試し作ってみたとかメタバースに、宇治スーパーさん作ってみましたとか、そういうメタバースの住人に後藤さんになってゲームの時間と同じぐらい取られそうな気がして、入っててないんですよ。でも、こんなね、最新式な後藤さんですら入ってないんだけど、一緒にメタバースに入ってってみたって言って。だってあんまりね、まあ、チャット GPT ですらあんまりね、僕、無料版でやってみたって人います？アカウント作るの結構あれ英語しかなくて、結構大変ながら進んだんですけど。まあ、だから、うん、まあ、試しレベルとか、まず日常会話に出てこないですよ。出てこないですよね、うん、そう。出てこないんだけどっていう。うん、ね、やっぱりその、今度メタバースの中でゴルフしてみたとか、そういう。後藤さんは、まあ、取材とかですかね、取材でいろんなところ。私、目的がないと、それ意味ないと思ってるので。うん、なので、じゃ院長とそこで待ち合わせをして、会議をするとか、いろいろ。ここで話をしたものを録音しようとか。そのね、メタバースの中でね。メタバースの中の録音して。このリアルなものをメタバース上に置き換えて、成立するかしないかということは、意味があると考える方なんですよ。今、メタバースのメガネと、なんか庭園のね、違うメーカーもありそうだけど、セットで7万円ぐらいですかね。そう、そこなんか振って。ね、そう。うん、あれで、Facebook アカメタアカウント作るのかな。持ってないですよね。いや、そこら辺の、その、いろいろね、ノウハウを調べて、試すみたいなのに、時間がないんですよ。なるほどね。なるほどね。そこのところっていう。まあ、だから今のところ、あとは、見てくれる方を考えると、やっぱり私今本と YouTube 作ってるので、メタバースマニアすぎるっていう領域になってます。なるほどね。まずは本とか実写版っていうので、一般の人が見てもらうのが先で。これ YouTube が浸透してきてるので、これ乗っからない手はないです。なるほどね。メタバースも乗っかってくる時代になる、ちょっと前には使いこなしてる。なるほどね、うん。そこのところにっていうふうに。今、試しの中でのこの YouTube っていうのはどうですか？あ、案外出てこないですね。あ、まだあんまりそんなに広まらなくて。いや、だからもう今年1年、俺やりまくりますよ。このままいくと、年間500本ぐらいどうなると思うんですよ。1日1動画、もうラグを超えてる。もっと大量生産考えてますよ。すごい。で、YouTube のアルゴリズムも、年に1本しか上げない人と、年に500本上げる人と、その優先順位変わってくるはずですから、だからこれやり続けると、貯金と同じだと思う。やっぱり試しの中でナンバーワンっていうか。ナンバーワンではないですけど、だけど、要するに、いろんな登場人物が出てくるな、みたいなものにしたいんですよ。いや、もうね、これね、もう後藤さんの世界が出来上がっているので。市長が出てきたり、院長が出てきたり、子供が出てきたり。そう、みたいなね。そのね、いろんな人が出る番組ですっていうものをやり続けると。今年は500人とインタビューしたみたいな
ふうな1年間をこう振り返りたいんですよ。とかやっぱりね、登米市で生まれて遠くに行っている人が最近の登米市の具合こうですよとか、それこの前ね言われました、言われて嬉しかった話の一つ、おじいちゃんを今、追跡してて2話撮ったんですよ、おじいちゃんの生活を。そしたらそのおじいちゃんの娘さんは今栃木県に住んでるんですよ。でコロナで帰れなかったけど、おじいちゃん元気そうでって言って YouTube 見てますって喜ばれて、そういう感じにね。そうだ、90歳のおじいちゃんを私撮影して、誰が見るんだって思いますけど、いやそこで喜んでくれてるんですよ。やっぱりそこのね、その周りの待ってる人がっていうね、あ、これはそういう反応があったことなので、そういうやり方をしてるんですよ。そこにやっぱりもしどんどんこう元気になくなってったとしても、若い時のその状況とか残ってんだな。あの実はおじいちゃんも撮ってるけど、おばあちゃん、あの寝たきりなんですよ。でね、先はねひょっとしたらもうかもしれないけど、で心配してると思うんですけど、撮影したらねベッドの上でニコニコしてくれたんですよ。その笑顔が撮れてたことが貴重じゃないですか。これ後藤さんきっかけに他のもうちょっと違う地域の人もね、いやだからあの全国で700万再生狙う YouTuber ばっかりの YouTuber じゃなくて、あらいいこと、いいですいいです、この親戚普通の、そう、そこの周りの人たちがそういうので見たいんだっていう、そこにね、あの価値があるぞっていうのは手応えになってるんですよ。すごい。わしね、おじいちゃんおばあちゃんとかこうやってやだやだって言うと思ったら、違うの、カメラ見てニコニコしてくれるんで、で誰に手振ってんのって言ったら、栃木にいる子供とか。うわ、すごい。だって92歳のおじいちゃんおばあちゃんが、70代の子供とのやりとりですよ。すごいな。こういう人が YouTube 通してやりとりしてるなんてちょっと面白いじゃないですか。あららららら。そこにはね、やっぱりね、後藤さんの取材力っていうか、引き出し力が。私なんかその、無茶な、あの、マーケティングに突入してるんですよ。高齢者って、そういうの誰も見ないでしょって言うんだと、言ってんですか。うちのチャンネル。あの年代の分析出てるんですけど、65歳以上 14% すごい。ちょっとここに出しちゃいますよ、うちのチャンネルの年代別の、これ YouTube の管理画面、すごい高齢者めっちゃ見てる。それってね、そういう方に自動チャンネル登録してもらうといいのかな。そう、自動配信みたいにこう届きますよっていう感じ。チャンネル登録ボタンと、あとはあのベルのマークを押すと、更新した時に瞬間に通知。そういう風に最新版のが届きますよって。まあ、こんな感じですかね。はい。はい。では、また見てください。はい。